皆さんこんにちは。プロ社畜とサイコパスの部屋にようこそ。ここはプロ社畜とサイコパスの二人が皆様からお寄せいただいた仕事や人間関係など、様々なお悩みについて語り合う部屋です。こんにちは。プロ社畜のヤギです。こんにちは。サイコパスの上水ゆきです。こんにちは。アシスタントのまさです。本日もよろしくお願いします。可愛すぎやろ <laughs> 面白い。 変わりすすぎかいやいやいいと思いますすごくすごくよかったいや過去3回と全然違ったからずっと笑ってましたさすがですねまささんなんで初回でそれを出さなかったのかっていうのが今ちょっとまだ慣れてなくて文章を読むことにやっとちょっとエンジンが余裕がね4回目にしてうんいやよかったですまたちょっと今回のお便りを見た感じちょっとまた文章が長いので今後もその そのテンションでやってくれたら、僕のもうだいぶテンション上がるかもしれないなって思いました。はい、ギアが入るんで、いいと思います。ただ、お便りを今のテンションで読むと、ちょっとね、変な感じになると思います。確かにそうですね。ちょっとバランス難しいですね。そうですね。自分でももう分かってません。<laughs> <っ> <laughs> 大丈夫です。お任せします、はい。本日のお悩みに参りましょうか。は, <い S 1> はい。はい。はい。 えっと、ペンネーム、私が育てた白菜さんからのお便りです。東京三十歳女性からですね。はい,はい。三十代ですね。<laughs> はい。三十代。<laughs> 何て言いました。三十歳。あ、三十。ちょっと、これ、これ大事ですち。ちょっともう一回最初からいきます。はい。え、はい、っと。えー、っと、ペンネーム、私が育てた白菜さん。東京三十代女性からです。はい、皆さん、こんにちは。 恋愛についいいてててててののご相談ささせくくださいここ何年かかお付き合すする人ままっっ率が高くて困ってますどちらかというと手のひらで転がして見守ってくれるような器の大きい男性が好きなのですがなぜか実際にお付き合いする人は思い通りにならないことがあるとすぐに別れると騒ぎ,騒ぎ立てる人が続いています3ヶ月おきに別れ話になりこちらが疲れて本当に別れるパターンです 彼らは知り合った彼らは共通して愛情,表現が愛情表現が割とストレートな気がします。最初は私もそれが嬉しいため精神的に不安定な部分に気づけないままお付き合いし,、ま、お付き合いしてしまっています。かまってちゃんのメンヘラ男性を見抜くにはどのような点を注意したらよいでしょうかと,というお悩みをいただいてます。なるほどどうですか、うん ヤビさん恋愛トークとかさ話せるイメージないんですけどうんすっげえ苦手です <laughs> <laughs> 頼むから僕に恋愛相談はするなって思ってます<笑><笑>なんでですかえだってそもそも恋愛経験がそんなにないんだからそんなの答えれるわけがないじゃんって感じですねなるほどなるほどそ、うん、っかこれ意外と真晶君が答えられるんだよ、ね。うん。 僕でですすかそうねここ何年か、ね、お付き合いする人かまってちゃん率が高いんだとはいはいはい、はい、けど付き合ってみるとあ付き合う人はなんかわからんけど、うん、もうすぐ別れるって言い出すような、うん、ちょっと、うん、なんていうかそうですねまあまず、うん、そのような人と付き合った場合はすぐ別れた方がいい ハハ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 そうだね質問は見抜くにはどのような点を注意したらいいかって聞けるき合ったら別れろってつき合ったら別れた方がいいじゃないですかだからその付き合う前にどういうふうに見抜くかってことじゃないですかそうだね問題としてはいはいそうですね今のあれは前置きだったのねそうそうまた前段前段付き合った場合はうんはい 僕は別れた方がいいと思っていて見抜くにはどうしたらいいのかっていうのはもう結構続いてきてるわけじゃないですかそうみたいですねそういう男性とここ,ここ数年はい、はい、ここ何年か、はい、ってことになると結構それにそういう男性に対して経験っていうかなんか、まあ、ある程度パターンみたいなのができてると思うはずなんですよだからそのなんかある程度パターンをまず分析して うん、ま,あまず愛情表現がストレートな人っていうのがあるじゃないですか、うんはい、そこな人はまず切るそうもう切る <laughs> なるほど恵がすてらはもう切るもう切ると <laughs> 大胆な仮説を立てますねはい <laughs>、はい、でどちらかというと手のひら返しで転がしてくれるのは器の大きな男性なんでしょうね 手のひら返しじゃないですか。間違,手のひら返し間違えた間違えた間違えたそうだなでもむずえ難しいなああのまずあれですよねちょっとこの、ね、と当然相談者の方が目の前にいらっしゃらないので推測でしか話しできないですけど <うん S 1> ここ何年かお付き合いする人のかまってちゃん率が高くて困ってるっていうことはその前までっていうのはそんなに高くなかった。うん っていう事実が多分あるわけでですすよねそうですね、うん過去はそうじゃなかったから最近はってことですよね、うん、そうですよねだからそうするとここ何年かっていうところで自分サイドに何か変化があったのかみたいなことはちょっと聞いてみたいなって思うんですよね。よく言うじゃないですか要はそのメンヘラみたいな人になっちゃうのはひょっとしたら自分がメンヘラを作ってるかもしれないみたいなことっていうのはあるわけじゃないですか。うん、うんうんうん でそれがたまたまここ何年か付き合う人が本当にメンヘラ体質の人が続いているだけなのかひょ,っひょっとしたら自分がメン,ヘラメンヘラの彼氏を作っちゃってる面があるんじゃないのかなみたいなところっていうのは1回、まあ、本人が目の前にいらっしゃればね何、うん、か思い当たる口でございませんかみたいな話はちょっと聞いてみたいなと思いますけどねいやまさに僕もそれを思いました。あのーねうん 本当にもう出だしからメンヘラなのに気づけてなかったパターンと育成しちゃってるパターンがあ,るありますんでそれはやっぱ対処が変わるだろうなと思うんで育成しちゃってるパターンはさ見抜くじゃなくてねメンヘラにしないっていうことが重要メンヘラにさせないみたいなことが重要だし前者だと確かに見抜くみたいな発想になると思うけどどっちなんだろうってのは全然アプローチ変わるなと思いまだけを ちょっととええて考えるとですね、うん、ひょっとしたらこの私が育てた白菜さんっていうのが、うん、白菜だけじゃなくメンヘラも育ててる可能性っていうのがあるんじゃないかなっていうふうにちょっともうこ,のこの文章だけからだと僕はちょっと思うところが思ったなっていうところです。うん、そのそうなんんですよこの率が高いくててれをしかも嫌だだと思ってるんだっるたら、うん ささっきま君がね言ったみたいな感じでなんか事前なの条件で避けるんじゃないかなと思うんですよそのこのパターンメンヘラっぽいからみたいなのを自分の中で多分合ってるかどうかは別だけどそのデータベースみたいなのがあって多分判断するんじゃないかなと思うんだけど多分付き合ってだんだんメンヘラになってるからそうないう何年か付き合う人がめあのかまってチャン率高めになっちゃうんじゃないかなっていうふうにちょっと、うんうん その可能性が高い気がするなと思ってまますね、まあとりあえずちょっと僕はそういうふうに、うん、僕も上美さんも同じようにちょっとこの文章からだと感じる部分があったというのが一つの、まあ、話としてうん、うん、で、はい、もう一つ本当にじゃあメンヘラ男性見抜くにはどうしたらいいでしょうかっていうところもやっぱ我々としては考察しとかなきゃ確かにそうです、ね、メンヘラ体質の人かうん メンヘラ大体メンヘラなんじゃないのそんななことないっすかおっ<う>そうなのいや恋愛でしょ、うん、大体みんなもうメンヘラでしょ恋愛をするということそのものが。ああもうその辺になるともう途端に僕は経験が薄くなるから。いや恋愛関係を結ぶということじゃなくて <laughs> 恋愛に入り込めるというそのなんかメンタリティーみたいなものそのものがもうメンヘラであるみたいな別に悪い意味で言ってないですよ。うん、そ,のそれぐらいなんか感情うん、うんい 相手にこう乗せていくみたいな話だと思うからだから理屈では分かるんですよそうだろうなって思うんですよね。要はっていうことである恋愛イコールグッと入り込むことでありそれっていうのはメンヘラ的な要素があるじゃんっていうその理屈はすごくよく分かるんですけど僕はそのような経験がほとんどないので。うん だからその時のあんまりメンタリティーとかどういう時がメンヘラっぽい振る舞いになるのかないうことがそこからねそこからどうメンヘラにかめたこかそうもう全然分かんねえなっていうそもそもそもメンヘラってどんな感じなんでしたっけえかまってちゃんみたいなのともまたちょっと違う <あ>えでもここではかまってちゃんの名前男性って書いてるからかまってちゃんがちょっと動画過ぎてるみたいな感じじゃないですか。<laughs> っていうことです動画過ぎてるかまってちゃんってどういうことなんですか,、ね、わかんないけどあれじゃない、あのー、休,みの日休みの日に限らずだけどその会う頻度とか連絡の頻度とか。うん 束縛が激しいみたいなイメージなんですかねそういうのもあるんじゃないかそういうのに近いんじゃないかな要は拗ねてるとかもあるんじゃないその束縛はしてこないけどめっちゃ拗ねて不機嫌でなんかもうだから別れるって言い出したりとかしちゃうんじゃないうんなるほどねそうですまさくんとか今のさ話はどうなのんかその自分がメンヘラになったなみたいな経験とかないのね愛をして。 自分がメンヘラ自分の中でいいんだけどちょっとこれはメンタルやられたなみたいなさ自分自身がでってことですよねそうそうメンヘラ彼女の話じゃなくて自分自身でいやどうだろう僕基本これメンヘラじゃないと思うんですけど基本あれなんですよ眠たいんでうんうんうん分かった続き聞こうですよね い応一旦聞いてください。<laughs> <はい S 1> ってなった時に眠あの一緒にいる時とかにあのその眠さとかが勝って <うん S 1> ずっと <うん S 1> あの何もしないみたいな同じ空間にいるけど眠 <うん S 1> 寝てるみたいな <laughs>。<うん S 1> だから構っ 言ってちゃうんじゃないっす俺何言ってんのいや分からない全然分からない <うん S 2> 何言ってるのかがよく分からない好きになったら寝ちゃうんだいやそれちょっと切り取りすぎっすそれは恋愛のさっきの話んですけどめっちゃ僕もストレートに言うんで好き好きっていう愛情表現が強くなるんだと思いますおうおうそれは付き合う前からそのアプローチの段階でかなり直接的に表現するってことかなはい,はいああ ああい,いいんじゃないちょっとやってみていいちょっと彼女役やるから <laughs> どんな感じで僕が表現するの、うん、いやわかるええー、上水君なんか今日も髪綺麗だねかわいい <laughs> そんな感じなんだへえー、<laughs> ストレートマジか結構ほんとストレートだねうん、はあ、っていうと思いますへ<ー>それはなんかかいと思ったから 可愛いいと思ったところを言葉にして伝えるみたいな感じだと思いますへえでもそれで言ったらこれ条件に当てはまってる愛情表現が割とストレートな人だからさでもメンヘラっぽくはないじゃんえこれメンヘラっぽくないんですかまさくんはねだから付き合っていってまさくんみたいな人と付き合ってまさくんがメンヘラ化していくみたいな現象の気も3か月後に振られるパターンってことですよねもし振られるっていうかまさくんが 3ヶ月ごとにもう別れるって言う,言うっていうああなるほどですねやっぱあれですよね精神的に不安定な部分があるそうですねうん、うん、その要は精神的に安定してれば愛情表現がストレートであろうが何しようが多分大丈夫精神的な不安定な部分っていうのが 見えてのかな。うんでもだからそれでいうとやっぱりね、うんうん、恋愛にのめり込んでいない男性とかと多分、うん、要はそれは自分自身を好きではあるがのめり込んでいないみたいな人と付き合わないと、うんうんね、手のひらで転がして見守ってくれるような器は無理だと思いますよ。その 性質じゃないと思うやっぱ精神状態な感じがするからうんうんだから手のひらで転がして見守ってくれるような器の大きな男性っていうのはそこまでのめり込んでる感がないんじゃないかっていう余裕がありますよね余裕がある要はその適切な距離感をなんていうのかな作ってるうんうん 逆に、えっと、私が育てた白菜さんの方が好き好きになるような男性を見つければいいか確かにそうじゃないですか、うん、なるほどそうな気がする向こ,向こうからアプローチをされる彼氏ではなくうん、はいうん、白菜さんが追いかけるような恋愛をするのがいいのかなそれな気がする 大体どっちかがこう追いかけてどっちが追われてるじゃないけどそのやっぱ同じどっちも同じエネルギーで追ってるみたいなことは多分ありえないですもんね多くの場合ありえないでしょうねはい、はい、うんそれはうまくいかないパターンですもんねそうなっちゃうとなんかまあねごくたまにそういうめちゃくちゃいい噛み合わせみたいなのはあるかもしれないですけど,どまあ、うん、あんまりないかもしれない。 打ち上げ花火ですよそのパターンはなんか持続は難しいいいですすよねバランスが崩れやすいというか、うんうん、そうするとやっぱりこのここ何年かで例えばここ何年かは逆に向こうからアプローチされる形でのお付き合いする形が多くてその手前まではそうではなかったとか何かやっぱそういうようなことでご本人のなんかここ何年かとその前とのなんか差 文みたいなものをなんか見つけるとひょっとしたら個体にたどり着けるかもしれないなって気がしますなるほど。確かにね脱線ですけどちょっと僕はメンヘラ対策って相手がたますごいその精神不安定な感じ出してきたらそれ以上に不安定な感じを出していくと相手が安定し出すっていうあのテクニックがあるんですけど、うん。<laughs> なるほど。なるほど。 それなかななかかか難しくないですか意識的に精神不安定なふりをするってことうふりをするってことですだから、うん、すごいやっぱ不安定な人ってやっぱそのまさにここに書かれてますけどやっぱ構ってほしいみたいなのは根底にあって構、うん、ってって言葉じゃない形でそれこそ別れるよとかうん、うん、なんとかなるとかっていう駆け引きをしてくるからるそれ以上のことをやっぱり言うって感じだね。ななるほどね、うん、思ってなくてくいいから こうそれ上水アプローチですね。そうそう。じゃあ死ぬわはつって。これ電話切ったら死ぬねっつって言ったら多分相手が多分なんだろうな。<laughs> ちょっとテンパるじゃん。だから相手よりもメンタルを不安定にしていくことで自分の方が安定してるなっていう認識を持ち始め、だんだん安定の方にこう引っ張る。だからやっぱねそのバランスなんだと思うんですよ。 こっち側が安定してるから不安定になってその状況を変えようとしてるからそれよりもこっち側が不安定になると相手が安定しようとしだすみたいなことが起こるっていうそういうなんかバランスになり立つものかなっていうそれってさ、はい、その精神的に不安定なふりをしてたら本当に不安定になったりしないもんなのかな、うん、あ確かにこれは分かにらない これはあんまりわからない分からないんだけれどもなんかそういうふりをしてると本当に不安定になったりしないのかな人間。なんていうあんまないですよそれをもし出された時にそうするとこの人の前で不安定な感じにしちゃいけないなっていう学びを得るから安定していくしなんていうのかなもうそんななんてうの頻繁に出す技じゃない必殺技みたいな。要は 持続的に精神不安定なふりをし続けなければならないわけではないってことかそう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 ,そう,そう何回か出せば、はい、それの向こうがそれに対するあの対処療法的に安定感を出してくるっていうようなそうそうそう,そうもうなんか12回やばいの見ちゃってるから、うん、これはやってはいけない技なんだなって向こうが学習し始めるみたいななるほどねだからやっぱ甘え、うん、甘えれるなって思ってたぶんやって。 出るじゃないですかそのもう病気レベルに言ってたらちょっと別ですけどそこまでじゃない人の不安定とかだと、うん、やっぱり、うん、分かってよとかっていう気持ちがあったりする分かってより対して分かるわけねえだろっていう,対象するってうと問題になるから。うん こっちの方が勝ってほしいしっていうなってるからもう死ぬよっていう方が死ぬ人も困りますんでみたいな上に置いくってことですねそう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 かじゃあ死ぬよか落ち着いてもらうっていうなるほどで落ち着けよっていうのは落ち着かないじゃないですかはい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 だからいは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 いていは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 いいはいはなはいはいはい トリッキーなですけどもそうじゃないにしてもやっぱ自分が追いかける側になると相手の方が、うん、えっが、と、追われる側になって安定するというかちょっと一歩引いた感じになってうん、うん、ここで言う手のひらで転がすとか見守り系の感じの関係になるのかなと思うのでやっぱそうですねウィミさんおっしゃってるように二者間の関係の問題だから関係の中でのバランスの問題だから。 今はたまたまここ数年間かはどちらかというと自分が追いかけられるメンヘラになるうん、うん、バランスになってることが多かったということを考えると、うんうん、どちらかというとこの自分が追いかけるないしは自分があの歩みあの、うん、そうだな追いかけていくみたいな恋愛をしてみるというのがいいんじゃないかなっていうところですかねメンヘラなんでしょうビルクにはどのような点を注意したらよいでしょうかの答えにはなってないが <laughs> 確かにな そんなところかな、うん。見抜くそうだなあ、ね、いやこれはだからみんなメンヘラかまってちゃんなんだって思った方がいいですよあなるほど見抜くってみんなそうなんだ、うん、恋をするってことはそういうことなんだだからどっち側に立つかみたいな、うん、<laughs> どっちがメンヘラサイドに立つかみたいな <laughs> そ,っそっかそっかそっか要は相手よりもよりメンヘラになれってこと、ね、そうですそうです <laughs> <laughs> なるほどな <laughs> うんなるほど うすね、世の中すべて恋愛をしている人はメンヘラであるとそうですそうですただどちらがよりメンヘラであるかのバランスの問題であるから相手よりもよりメンヘラになれそうすると相手がメンタルが安定している側になるトリッキーな切り札としてはじゃあ死ぬわとそうそう <laughs> なるほどね確かになあ じゃ、あ一旦そんな感じで今回はいいんじゃないでしょうかう、ね。はい、<laughs> ありがとうございます。はい、ありがとうございます。この番組では皆様からのお手、この番組では皆様からのお便りやお,なお悩みをお待ちしております。仕事、恋愛、家族の悩みなど何でも大歓迎です。お便りは番組概要欄をご覧いただき、メールフォームからご,ご応募いただくか、またはハッシュタグシャチコパスでツイートをお願いします。 それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。